コンスタンティン・ホンノイラート、コンスタンティン・ヘルマン・カール・フライヘア・ホンノイラート、コンスタンティン・ヘルマン・カール・フライヘア・ホンノイレット、1873年2月2日から1956年8月14日は、ドイツの外交官、政治家、貴族、男爵、外務大臣、1932年から1938年、米面命令保護領、総督、 1939年から1941年を歴任した。第二次世界大戦後、ニュルンベルク裁判で戦争犯罪人として、懲役15年の判決を受けた。ビュルテンベルク王国クライングラートバッハ。チュービンゲン大学とベルリン大学で法学を学び、博士号を取得。故郷ビュルテンベルク王国の法務官僚となるが、1901年に、 ドイツ外務省へ入省。同年結婚して2次を設ける。1903年から1908年まで中ロンドン大使館副領事を務め、その後6年間外務省本省に参事官として勤務し、1914年から1916年まで中コンスタンチノープル大使館の参事官として報職する。第一次世界大戦中の1916年には、 ビュルテンベルク王国軍敵団兵連隊に予備役将校として従軍した。1917年から翌年までビュルテンベルク王国内各主犯に就任し、ビュルテンベルク王ビルヘルム2世の側近くに仕えた。第一次世界大戦後フリードリヒエーベルと大統領の要請で外務省に服した。1919年にデンマーク公使、 1921年から1930年までイタリア大使を務めた。イタリア大使在任中にベニート・ムッソリーニのファシズムに感銘を受けている。1930年から1932年まで中英大使に就任。貴族出身のノイラートはヒンデンブルク大統領のお気に入りで、1929年にグスタフ・シュトレーゼマン外相が急死した時はその、 公認に取り沙汰されたが、議会の指示を得られず沙汰闇となった。1932年6月2日に、大統領内閣として発足した、フランツ・フォン・パーペン内閣で、外務大臣に就任。大統領、ヒンデンブルクの強い要望を受けての就任だった。ノイラートもそうだが、閣僚に貴族が多いため、男爵内閣と揶揄された。1932年6月16日から、 ドイツの賠償問題に関するローザンヌ会議が、イギリス首相、ラムゼー・マクドナルドを議長して行われ、ノイラ・アートは、首相、パーペン、増将、ルートビヒ・シュベリン・ホンクロージック伯爵・ハク経済相、ヘルマン・バルムボルト、らと共に、同会議に出席した。その結果、7月9日に締結された、ローザンヌ協定によってドイツは、賠償金額をだいぶ減らされたが、 なお30億マルクの支払いを要求された。首相パーペンと内閣の最大の実力者、クルトフォン・シュライヒャー国防相が対立を深めると1932年12月2日の閣議で、ノイラーアートは、増将、クロージクと共に、シュライヒャー断固支持を表し、パーペンの失脚に一役買った。12月3日に成立した、クルトフォン・シュライヒャー内閣にも、外相として留任した。 シュライヒャー内閣は1933年1月28日に当格したが、その後を受けて1月30日に成立したアドルフ・ヒトラー内閣でも留任することになる。1933年1月30日にアドルフ・ヒトラー内閣が成立した。ノイラートは引き続き外相を務めた。貴族出身かつ国際的知名度の高かったノイラートは、 パーペンやシャハトと並んで実務経験の乏しいヒトラー内閣に威信を与える役割を担っていた。ヒトラーの指示を受けて1933年10月14日にドイツを国際連盟から脱退させた。代わってヒトラーはポーランドとの不可侵条約の締結を起としノイラー後にその交渉に当たらせた。結果、1934年1月26日には ポーランドとの間に十0年期限の不可侵条約が締結された。しかし、次第にヒトラーの私的外交顧問であるヨアヒム・フォン・リッペントロップが頭角を表し、ノイラーとの外交活動は制限を受けることが多くなっていった。英独海軍協定の交渉にあたってリッペントロップは感染保有比率をドイツ35対イギリス100で交渉すべきと、 提案したが、ノイラーとはそれではイギリスは応じないだろうと見て、もっと要求を下げるべきだと主張したが、ヒトラーはリッペントロップを支持した。ヒトラーは1935年6月1日に、リッペントロップをこの問題の全権大使に任じて、イギリスとの交渉に当たせた。折しも5月2日に、フッソ相互援助条約が締結されていたこともあり、イギリス側がドイツのこの提案に応じて、 交渉は成功した。こうして1935年6月26日に英独海軍協定が締結された。ノイラーとの外務省の面目は丸つぶれとなった。1936年3月7日にドイツ軍はラインラント進駐を行ったが、その事後収集外交も立憲トロップが中心となっていった。1937年にはナチ党に入党した。また、 同年9月には、新英隊 SS に、名誉新英隊中将として入隊した、1943年6月19日に、新英隊大将に昇進。だがその後、ヒトラーの戦争計画に反対し、1938年2月4日に、外相を解任。無人所大臣として閣内に泊まったものの、外交政策は、公認の外相である立憲トロップが取り仕切り、 完全に蚊帳の外に置かれてしまった。翌1939年に、米面命令保護両総督に就任し、第二次世界大戦中は、チェ個人のレジスタンス鎮圧などに当たったが、全体的には、恩健な統治を行い、強権的統治を求めるヒトラーからは失望された。1941年には副総督職が新設され、国家保安本部長官、 ラインハルト・ハイドリヒが副総督として、プラハに赴任してきた。ハイドリヒは、チェコ全土に激しい弾圧を行い、ノイラートは、実権を喪失していった。ハイドリヒ暗殺後も、後継の副総督となったクルトガリューゲや、新衛隊及び、警察高級指導者のカルヘルマン・フランク、あと、米面命令保護領担当国務省に実権を、奪われた。 さらに1943年8月24日には、総督を辞職することとなり、前内相ビルヘルムフリックと交代している。以降直接政治に関係することはなくなった。終戦時にフランス軍に逮捕され、ニュルンベルク裁判で戦犯として起訴された。ノイラーとは、起訴第一事項、共同暴議、起訴第二事項、平和に対する罪、起訴第三事項を、 戦争犯罪、起訴第四事項、人道に対する罪とすべての起訴事項において起訴された。ニュルンベルク裁判で、ノイラーとは、後列一番端のハンス・フリッチェの隣の席を、当てがわれたこともあって目立たない被告だった。また彼は、この時期にはすでに初期老人性認知症の傾向が、見られた。ちなみに、ニュルンベルク刑務所付け心理分析官、グスタフ・ギルバート大尉が、 改定前に被告人全員に対して行ったベックスラー・ベルビュー成人知能検査によるとノイラーとの知能指数は125であった。ノイラーとは1946年6月22日に検察の反対尋問を受けた。ベルサイユ条約の一方的破棄について追及されたノイラーとはベルサイユ条約はドイツ国民が耐えられるものではなか私は平和的手段で ベルサイユ条約を取り除くべきだと考えていたと証言した。続いて1936年3月のラインラント真鍮について追及されると、フッソ相互援助条約交渉はドイツの武国境の脅威であったので一個手の兵力でラインラントを象徴的に占領することはベルサイユ条約の違反とはならない。と証言した。さらに1938年3月の オーストリア併合についての追求では、フランツ・フォン・パーペンが自分の頭越しにヒトラーと相談して決めたことだと証言して、オーストリア兵への自身の関与を否定した。米面命令保護領総督時代のことについては、私はカール・ヘルマン・フランクの戦を抑え、多くのチェコ人を東国の運命から守った。私はヒラーに、 チェコを独立させてやるべきだと進言したと証言したが、これに対して、イギリス検事、デイビッド・マクスウェル・ファイフは、ノイラーアートがヒトラーに提出した、チェコの完全民地化を求める報告書を証拠として提出し、このノイラーアートの主張を崩した。その報告書の中で、ノイラーアートは、人種的にドイツ人と融合できる、チェコ人だけを保護料に残しておき、 ドイツ人と水と油のような、チェコ人は追放するか、特別処置を下すことが必要であると主張していた。ノイラートはこれにかなり狼狽した。彼は、フランクが勝手に書いたものであり、私は知らないと主張したが、ファイフはすかさず、ヒトラー、ノイラート、フランクの三者会談記録を提出した。この会談で、ノイラートは、先の報告の内容を裏書きして、 ヒトラーから承認を得ていた。ノイラートはこれに対して一切反論できなかった。彼は過労死で、しかし私は間もなく辞職した。一切の責任は私の公認であるラインハルト・ハイドリヒにあると述べて証言台から離れた。10月1日に全被告に判決が下った。まず全被告人が法廷に召集され、一人ずつ判決文が読み上げられた。 法廷は、ノイラートについて、国際連盟のもとにおける、軍縮会議から脱退するようヒラーに勧告した、ラインラントを再占領戦とするヒトラーの決定に、重要な関与があった、事故の統治領域、米面命令保護領においてノイラートは、ドイツが東方で行う、略戦争に、重要な役割を果たした、戦争犯罪や人道に対する犯罪が彼の、 統治下で行われたとして四素因すべてにおいて有罪と判決した。しかし一方で次のことが原型自由として考慮できる。すなわち、ノイラートが1939年9月1日に逮捕された、チェ個人の多く、さらに同年秋に逮捕された学生の多くを釈放する、要保安警察や下保に干渉していることである。また百四十一年にヒトラーは、 彼の政府が過熱ではないことを叱責している。とも判決した。その後個別に言い渡される、量刑判決で、ノイラーとは、禁錮15年の判決を受けた。ノイラーと含む禁錮刑を受けた7人の先般たちは、しばらく、ニュルンベルク刑務所で服役を続けていたが、1947年7月18日に DC、DC-3 機で、ベルリンへ移送され、 護送車でシュパンダー刑務所に送られて、そこに投獄された。同刑務所の米軍管理官、ユージンバード、大佐は、ノイラーとの第一印象について、彼は、とても丁寧で、老真子といった印象を受けた。優れたマナーを身につけているようだった。2.3個と話すだけの時でも微笑を絶やさなかったと、語っている。ノイラーとは、 チョコレートが好きで刑務所の所員の誰かを取り込んだらしく、チョコレートを隠し持って食べていた。刑務所側は、やがてこれに気づいたが、いくらのイラートを問い詰めてもチョコレートを渡した人物の名前を明かそうとはしなかった。またのイラートはかなり健康を害しており、やがて作業はできなくなった。言語症にもなった。刑務所の医師もノイラートが、早足で歩くのは危険であり、 階段を降りる時には、アルベルト・ジュペアやバルトゥール・フォン・シーラフ派など若い、囚人に支えさせた方が良いと述べていた。1953年7月には、心臓発作で危険な状態に陥った。さらに1954年9月2日にも、心臓発作で危篤状態に陥り、ノイラート死去に備えて、刑務所内に埋葬する準備が進められたが、 奇跡的にノイラーとの容体は持ち直した。アメリカ、イギリス、フランスはかねてから彼を釈放するよう求めていたが、ソ連が反対し続けたせいで実現していなかった。しかしこの苦談の後に、ソ連が突然釈放に同意したため、ついにノイラーとの釈放が決定した。1954年11月6日に、ノイラーとは釈放された。その2年後、陰性先のエンツ売品ン,ンで、 ズダの発作に襲われて死去した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。